どうぞ。あー、風が来てる、風が来てる。エンジン冷えるぞ、これは。あ、やったー。あなたは有能な相棒です。馬以上ですよ。こんにちは、速稼塾の久保です。しばらくね、このトランザムの動画止まっていたんですけども、実はですね、修理が必要だったんですよね。で、今回はファン、空冷ファンですね、こちらの方の修理が完了したことと、あと配線をね、いくつかメンテナンスしていただきました。で、晴れて気持ちよくこれからまたね走るようになります。1月3日アメ車オーナーズミーティングですか、お世話になった方、ご迷惑をおかけした方、本当申し訳ありませんでした。もう大丈夫です。こうやってね、一歩一歩メンテナンスを覚えながらキットとね、上手に付き合っていこうかと思います。まあ、そしてアメ車とかね、旧車っていう風な見方もありますんで、それぞれいろんなことを意識しながら勉強しながら、なんとかね乗り続けられるようについていこうかと思いますんで、よろしくお願いします。それでは動画の本編をどうぞ。こんにちは。ちょっとマスクをして放送で失礼します。今日はね、ナイト2000 の、 あのファンがちょっと調子悪かったんで、こう今日はねメンテナンスっていうか修理をして行ってるんですけども、ついにですね風が出て冷えるようになりました。まあ、これね、元を正せば1月3日和習山でそのアメ車オーナーズミーティングですか、あったんですよね。その時は多分冷えてたんですよ。で、そのイベントの途中に煙が上がってきてエンジンがオーバーヒートしちゃったんでね、あ、これはどうしたのかなっていう風にして、その時は分からなかったんですけども、後でね、そのファン、空冷ファンが何ですかね、なんかが詰まってね、ネジかなんかが詰まってファンがこう止まってたんですよね。で、止まってるからエンジンが冷えなくってボコ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 湧いちゃったみたいなことがありましたんで、原因を知ってその原因を取っていただいて、で、元通りにするという作業だったんですけども、今日ねめでたく完了で、さっき風がブワーって出たんで、これでちゃんとエンジンは冷えると思います。まあですんでね、まあ渋滞には相変わらずかかりたくないんですけども、まあそこそこのね田舎道でしたら安全に走れるんではないかなと思います。ということで、これからもあのナイトライダーシリーズ動画が撮れるようになりました。皆さん本当ありがとうございます。じゃあ今後もよろしくお願いします。ただですね、まあ雑談と言いますか、いつも雑談みたいなもんですけども、ナイト2000に乗りながらちょっとねお話しさせてください。まあ、ナイト2000って結構ねお金がかかるんですよね。まずはガソリン代なんですけども、いろいろとね試してみた結果、でもリッター3キロぐらいですね、どう考えても。結構ね軽くドライブしただけでもメモリがどんどん減るんで、まあ乗るたびに満タンにするって感じですよね。まあ大体私結構乗ってはいないんですよ。本当に週に1回ちょっと30分ぐらい乗るのが精一杯で、あとはね洗車ばっかりしてるんですけども、やっぱガソリン代ね結構ね、それでも1万円ぐらいコンスタントかかるんですよね。で、私はメインの車があと2台ありまして、軽自動車とそれからベルファイアがあるんですけども、こちらの方も同じぐらい月1万ぐらいかかるんで、うん、まああんまり車使ってないって言ってもね、結構ガソリン代だけで2万円ぐらいかかっちゃうんですよね。それからね保険なんですよ。ナイト2000ってその任意保険結構ね張り込んでるんですよ。ちょっとした車のローン組んでるような価格です。じゃないとね、やっぱりこうなんですか、自損事故にもかけとかないと、これ車両保険でないと痛いですからね。耐物とか耐人は無制限、それは当たり前なんですけども、自分の車が壊れた時でもその保険金が出ないと、これちょっとしたパーツこれ購入するのも、うん、すごい大変なんでね、一応保険かけてます。ただ保険会社の人に言わせれば、まあこういう風なデコレーションした車は言った価格の通りには出ないと思いますみたいなね、かけているんだけどもかけてないような状態なのかなと思います。当然ですよね、これ相場って測りにくいですから、完全にこのレストアしたパーツとか取り付けたパーツってオリジナルパーツなんで、相場が存在しないのと、価格も結構ね業者間の値段になってきますから、きちんとした相場っていうのに、まあなかなか反映されないんだろうなと思いますよね。それからね、やっぱり私はまだ大掛かりな修理はしたことないんですよ。ただフロントガラスとか、それからリアガラスとかもうないんで、これは今度お金を出しても買えないってレベルになっちゃうんですよ。まあ83年式のトランザムと同型じゃないとハマらないのが結構あって、プラスですね、同型でも個体差があるんで、本当にねパーツとかダッシュボードとか1センチとか2センチ単位で合わないらしいんですよね。まあ、そうなると1回壊したらもうちょっとね二度と乗れないみたいな、そこは直らないよみたいな感じになっちゃうかもしれません。
まあなんかオリジナルパーツを作ってらっしゃる方もいるみたいなんですけどね、なんちゃってみたいなんで、そういうところも探すのはちょっと大変なんでね、だから安全運転がさらにさらにこうね、遠回しているってところですよね。本当怖い怖いで乗っております。本当お金は結構かかりますんで、相当生活を立てつけて、その上で余剰資金を持ちながらプラスアルファで、ナイト2000買わないといけないなって、本当にね、車2台分のコストいるぐらいの覚悟じゃないと難しいと思いますね。そんな感じでまたお金の話は細かくさせていただこうと思います。ありがとうございました。